歩とかボーリングとかしか行かなかった。十分楽しそうじゃん。そうですか。今日はちょっとですね、N1 で、車載動画です。最近ちょっとずっとレガシーのですね、動画ばっかりだったので、久しぶりに、N1 でですねちょっと走ってみようと思います。現在は、塩釜市というところですね。大市場とかがあるの海のところなんですけど、まあ、そこからちょっと、まあ、仙台の方までちょっと行かないと思うんですが、そっちの仙台方面の方ですよね、までちょっと、走ってみようと思います。現在 N1 の燃費ですけど 12.3 キロですね。まあ、決して良くないんですが、そんなに燃費気にして走ってないせいで13キロまでちょっと行ってないですね。で、距離は8900キロ、納車したのが去年の12月ですので、
現在8900、まあ、9000キロですよね。まあ結構走ってる方かなと思います。まあ、多分1年で1万キロ行くんじゃないでしょうかね、この調子だと。現在の給油状態、まあ、半分よりちょっといってる感じなんですけど、これこの状態だと、あと439キロ走れるそうです。まあ、そういう情報とかも書いてますね。
はですね、ちょっと N1 でぐるっと一回りしてみたんですけれども、久々のですね、N1 の車載動画だったんですが、また今度、ゆっくりとですね、街の方ですね、今日はあんまり街の外れの方ばっかだったんですけれども、今度は仙台市の方ですね、ちょっと、走ってみようかなと思います。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。